茎と葉っぱをつけて花瓶に飾れるようにしたアジサイの作り方です。まず葉っぱの裏につける茎を作ります。半分に裂いたお花紙をさらに2つに折り、糊をつけて両側からワイヤーを挟み込みます。この部分を持ってキュッとワイヤーをねじります。先の部分をねじったら根元の部分をねじっていきます。この時少し引っ張るようにしてねじるといいです。これで紙巻きの少し太めの茎が出来上がりました。これを葉っぱの裏にボンドでくっつけます。ボンドは盛り上がるようにしてつけてください。特に葉っぱの付け根にはたっぷりつけてしっかりと貼りましょう。ボンドがしっかり乾くまでこの状態で置いておきます。花の土台は大きなお花で作ります。真ん中の部分にワイヤーをかけましょう。花の色は何色でも構いません。くしゃくしゃに潰れていても構いません。土台を包むお花紙を2枚用意します。ここでは水色を用意しました。まず1枚だけ4つに折って真ん中に穴を開けます。この穴にワイヤーを通します。そしてふわっと丸めます。真ん中の部分に軽く糊をつけます。もう一枚の方の紙の上に反対向きに置いて茎の根元の方に向かって包んでいきます。ここで剥がれない程度に軽く糊をつけておきましょう。フローラテープで根元の部分をしっかりと巻きます。これで土台の出来上がりです。口の細い瓶などに刺して固定したら、用意しておいた花びらを貼り付けていきます。水のりかボンドをたっぷりつけて外回りから貼っていきます。周り一周貼ったら、今度はだんだん内側へ貼っていきます。最後に色や位置を見ながら調整していきます。ボンドが透明になるまで完全に乾かします。しっかり乾いたら花に太い茎をつけます。この茎の作り方は葉の裏につけた茎と同じです。お花紙1枚を使って太く作ってください。アジサイの葉は向かい合わせにして同じ位置に2枚つけます。
これで下まで巻いて完成でも構いません。2段目の刃もつける場合は、1段目と90度ずらして、こんな風に向かい合わせにつけます。出来上がったお花は、お好きな花瓶に生けて飾りましょう。